トーミヤマです。フミです。ワッティビです。今回豊洲にやってきました。はい、ここでやる企画、豊洲のアホマチック天国やってきたと思います。おー、豊洲にね、こちら、はい、千客万来っていうね、はい、施設が、はい、オープンしましたよと。ですね。ということで観光客が殺到してるみたいなんで、はい、ね、めっちゃ人いる。この辺偏差値どうなのか、はい、人あるところに学歴中ありいや、おい低学歴発生エリアだったら来ない方がいいと思うんで、はい、やめろお前それはね、ちょっと調査していきたいと思ってます。はい、聞いていきます。皆さん、チャンネル登録、高評価、概要欄、Twitter とインスタも絶対お願いします。それぞ行ってみよう。わかって TV。 はい、男性の方見てみました。はい、今日めっちゃパリピ今日はどうしてこの千客万来に、はい、元カノが行きたいって言ってたんで。元カノ、あそこにいる女性元カノさん、ね、複雑。ちょっとね、今カノさんはいない、まあ、いないです。元カノと仲いい関係じゃん。そうです、仲いい、まあまあ、関係は、まあまあ、女性を大切にするタイプ元カノに執着するタイプ。やめろお前。お兄さん、今通ってる大学学部教えてもらっていいですか。もう卒業しちゃったんですよ。あ、卒業した、はい、どちら。日本大学文理学部でした。日日大超やばいっしょ、あの学校魚群のように大量料理。やめろよ、おい。いい学生。は勉強じゃなくて、数で勝負してる。どうどうどうラッパーなの、ずっとさっきから動きが。うにゅねねねね。あ、ラッパーやったんです。そうなんです。94って名前。94さ。なるほどね。69じゃなく。69じゃなくて、94です。なるほどね。両夫カルマとかそっち系ですか。戦ってますよ。あ、マジっすか。え、有名な人。え、マジっすか。え、すごい。両夫カルマね。すごい。1勝3敗。マジっすか。すごい。俺倒します。あら、すごいすごいラッパーですね。すごいラッパーですね。ちょっと調整しちゃうと、元カノに執着してます。やめろお前。はい、海外から来られてる方いました、はい、どちらの国から。 Where are you from? 台湾から来ました。あ、台湾。はい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 。日本語うまいですね。今日本語勉強しています。あ、勉強中で。なるほどね、はい、中国語の方がさっき喋れるって言ったんで。あ、はいはい、はい、じゃあ中国語でちょっと大学とか聞いてみてよ。そうですね、はい。你毕业了？什么大学？大学毕业，现在在这边日语的学校。日本，日本。日本語学校。日本語か。大学じゃなかった。大学じゃなかった。パスポート取れました？いや、取れた。シェシェ。シェシェ。你加油吧。シェシェ。あ、シェシェ、シェシェ。ありがとうございます。シェシェ。京都大学の学生。あ、京都大学の学生。あ、すごい。いやいや、うるせえよ。じゃあね、中江さんやってきました、はい、なんかこう、はい、江戸の町屋をね、イメージしてて、うわー、すごい懐かしいね。え、生きてたカカンカンカンカカン兄弟様のおなーりー。はい、男性の方見つけました、はい、どうですか、千客万来は、うん、TikTok で見たんで、はい、来たんです。生きる情報源 TikTok これは期待できない。やめろお前そこが知れてますね。おい、今回僕ら学歴調査をしてまして、はい、お兄さん、通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。成城大学です。成城。おー、正真正銘 F です。やめろお前おい何が強いとかあるんですか、成城大学は、うん、リハビリテーション学部。あ、そっち系か。専門系、看護系の。あ、なるほどなるほど、はいはい、必要ですね、はいはいはい、うん、お前がお世話になると思う。おい、怖いね人間ドック。本当だよ、人間ドック E 判定やから。や、人間として E 判定です。おい、誰かや。名古屋の、はい、まあ、ちょっと F に近いところって、例えば名古屋学院とか名古屋小学とかさ、あ、そういうのあるじゃん。その辺とはどうなの。その辺より多分下ですね。あ、下です。ちょっと気持ちよくやめろ。食事とかどうですか。確かにね、実際いや、まだ今来たばっかり。来たばっかりで、お目当てのものとかあるんですか。海鮮の串みたいな。おー、はいはい、 TikTok で何やろ。あなたと同じように TikTok で踊らされた人たちが集まってます。やめろお前。俺も TikTok で見て、あのマグロ串が食べたすぎて。マグロ串何やそれ。俺今日あの撮影よりマグロ串食べる方が楽しみ。おお、何を言うとんねん。さたらけお前、ボケを突っ込めよ。確かにちょっとね。今日は誰と来られてるんですか。今日は彼女。彼女、あ、あそこにいる女性、はい、彼女さん、はい、成城大学の。違います違います、ネットでゲームやって。ゲームで。あら、いいですね。荒野行動とか。そうですね、そっち系の FPS の、うん、FPS で。わー、FランなんでFPS めっちゃいい人や。F ランの社交場ない。やめろはい、お兄さん見てました。おい、今回なんですけど、出身の大学を聞いてまして、うん、お兄さん通ってた大学学部教えてもらってもいいですか。玉川大学の経営学部です。おー、寿司ネタで言うとイカ。どうですか、来てみて、うん、どう感じてる、感じられる。玉川大学、江戸わかる。玉川大学といえば、はいはい、教育が有名なんですよね。教育、はい、強いの。経営なんですよね。経営です。玉川大学じゃない方だよ。やめろお前。玉川大学の経営学部、地元さんの方法しか学ばない。やめろ。
よしな。じゃあ、ビーヤもさっき言ったマグロ串。いや、マグロ串って並びすぎてやばいわ、無理。すげえな。いや、マジかディズニーランドレベルで並んでる。あの先でそこの食い事故改訂版売ってる。いや、そんなわけねえだろ、お前。さっき、あの新客番内の、うん、なんか、ぼったくり丼、海鮮丼。インバウンドとかって呼ばれたりするんだけど。ガチやってんな。ね、すごいね、もう。外国人何もためらず買ってた。しかも60分待ちやって、めっちゃ行列できてるらしい。ね、やばいね、ほんと。はい、フードコートみたいなところでね、男の子見つけました。はい、今日はデート。はい、どうですか、ここは千客万来は。高いですか、ね、高い。高い、高い。今日、おごり。で、割り込ん？いや、いいだろ、学生なんだからさ。壊る。やめろ、おい。今回ですけども、学部調査してまして、はい、お兄さん、今通ってる大学、学部教えてもらってもいいですか。東洋大学の経営学部。東洋大学洋大丈夫、割り勘、割り算できる。いや、できるだろ、お前。今何頼んだの。味串。味串。ひもじ。こんだけさ、7000円の海鮮丼とかいろいろある中でさ、満を持して彼女のデート、何頼むんかな、うん、味串。いや、いいっすよ。おどうするんですか、この後は。お台場に。お台場ね、まあ、近いし、ね、ちなみに B 山のね、 おすすめスポットありますよ。何、はい、そちら。え、はい、あれ何、ラビスタって書いてある。はい、ラビスタっていうホテルがあるんですけど、プールもありますし、あとなんかインフィニティ温泉みたいなのがあって、夜景を見ながら、まあ、温泉に入ることができる。何それ、まあ、男女別なんですけど。ああ、そうそう、ええやん、そこ。一緒に入りたいかも。エッチやね、ほんとに。味串じゃ入れれへんよ。やめろ、お前。女の子とお食事中の男の方見つけました、はいはい、今最終学歴を皆さんに聞いてるんですけど、はい、大学学部教えてもらってもいいですか。卒業しちゃってるんですか。お、はい、どちら、はい、東京学芸。東京学芸、すごい。国立ね。おあら、やっと初めての国立じゃない今日、ね、やっとね、ちょっと高学歴出ました。国立のこと国産、私立のこと海外産っていうもん、これやめろお前。どうですか、千客万来は、はい、結構にぎわってるな、平日のこの時間で。はい、おーおーおー、すごいな。国立コメントしっかりしてる。お仕事は何されてるんですか。営業で、今日平日ですけど。平日休みの会社。あ、なるほど。多分水曜日なんで不動産の。ドンピシャ。Z 回ぐらい的中させるやん。やめろ。はい、お父さん見つけました。はい、どうしてここに。息子の、はい、一人暮らしに来たついでに。お、はい、息子さんが自立されて上京されてる。今は大学生で。どちらからですか、今日は。あ、今日は世田谷の方から。あ、そうか、東京なんか。いや、私は富山から。富山からね、はい。息子の大学まず気になるな、ね。そうですね。富山から上京するぐらいやから、はい、半端な大学やったら上京できますかと。いや、そんなこと言うな。お子さんの大学どちらですか。富民さんが行ってる中途半端大学です。え、どこ。駒沢だ。駒沢で状況を許した。おいやめろお前。俺は許さんぞ、父親やったら。いやいやいや、お前は駒沢じゃ東京行ったか。いや許せよお前、本当にどこ行くんや。駒沢の息子、はい、じゃ父親の威厳ですね。ね、確かに。しょうもない大学だったら父親の威厳がなくなっちゃいますから、はいはいはい。お父さんが通ってた大学学部教えてもらってもいいですか。中央大学法学部。おお、中央法の通信。通信は威厳全然ない。やめろお前、おい。父親通信ちょっと嫌やわ。うるせえよお前。中央法の人ってさ、うん、絶対学部まで言うやん、うん、通信でも学部まで言うやん。やめろお前。わかってみも見てくださってる。いや嬉しい。こんなお父さんも見てんねや、はい、嬉しい。え、どういうところが面白いなと思ってくれてるんですか。いろんな大学とか行って、はい、ね、いろんな大学情報もちゃんと教えてるじゃないですか。はいはいはい、そのところは非常にあの分かりやすくていいなと。あら、あ、はい、嬉しい。じゃあ結構息子さんが受験の時とかも見てくれたよ。あ、見てました。お、マジっすか。へぇ、はい、それで駒沢大学俺褒めたっけ。いや、おい、嬉しいよお前。はい、カップルの方でいいですか。はい、大丈夫。あ、見つけました。はい、今年齢は皆さんおいくつですか。20です。20歳の年、うん、一緒、大学とか。あ、違います。違う、はい、お兄さん、今通ってる大学学部教えてもらっていいですか。東京理科大学。うい、意外と理科大学。おら、いや、意外とおい、新築林間出てたから。やめろお前。ちょっとニット壊せんかったね。ニット壊せんか出てたよね。お姉さんは私は女子大学。白ゆりやん。これはお嬢様学校。見つけた理科大。俺のイメージだけど、うん、白ゆりの女子って、うん、学歴中なイメージがあんのよ。いや、そんなことないでしょ。男選びガチみたいな。いやいや、おい、どう見やま、その辺は。いやいや、まあちょっと分かるよそこはね。そういう大学、そうそう、上の方の大学といえばつるんでる傾向はありますね。白ゆりの女の子の生々しい会話とかも聞いてるわけじゃないですか、ね、どんな会話あります大学で。統計がすごい人気。ああ、そうなんや。白百合の女子たちで学歴トークなんねや。大体総計がいいよねみたいな。あ、白百合、お前自分の偏差値見てから言えよ。やかましいよお前、ほんとに。理科大で妥協したこと。おいおいおい。というわけでやってきました。
きました。豊洲のアホマチック天国。はい、まあ低学歴多かったかな。そうですね、はい、偏差値48です。まあ低かったね、安定にね。ですね、まあちょっとこう TikTok でこう集めてきてるなみたいなね、はい、そういう客層でしたね。やめろお前ね。まあでも先客払いもだから日本の文化を詰め込みましたみたいな場所なので、まあ、温泉があったりとかね、はい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 、あと場所もいいので、あのぜひ皆さんね、あの観光来てみてください。海外の人も多いしね。はい、楽しんでください。皆さんチャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram も絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺でボーイ。